ビッグモーター名前変わりましたね。いいかだっけ。風評があったとしても、その会社がその風評、不動産屋の息子って基本バカ息子な気がするんで。しょうもない質問ですが、ネットでの炎上にすごく詳しいのはひろきさんに質問です。ネットの特定班がもしスシペロ少年の父親が従業員50人以上の不動産売買仲介会社の代表をやってて大金持ちだと特定し、社名がネットに漏れればその会社は風評以外が主な理由で売上が大幅に下がると思いますか。ひろきさん、その後の憶測聞かせてください。これ僕いいえですね。変わんないんじゃないですか。僕も変わんない派で、日産でゴーンさんが逮捕された時に、僕日産の株買ったんですよ。日産のゴーンさんが逮捕されて、なんか日産は、なんかゴーンはひどいやつだっていうのが社会になったんですけど、はい、ゴーンさんが好きで日産の車に乗ってるやつなんかいね。で、車買う時ってやっぱ性能とかで選ぶから、うん、ゴーンさんが悪いやつだから日産の車をやめようとかではなく、ホンダトヨタ日産で比較して、まあ日産がお手頃かな、うん、この性能ならみたいな基準で買うから、ドカーンと下がった株価は戻るだろうっていう仮説のもとに買って、うん、で、まあ2000円ぐらい渡航したんです。っていうのがあるので、そのなんか、風評があったとしても、その会社がその風評とは関係ない業種であれば元に戻るんじゃないかなということで、そうです、はい、いや多分そうだと思いますね。前テスタさんとかと喋った時も全く同じような話してて、うん、ビッグモーター名前変わりましたね。ウィーカー名前そんなんだったんですね。会社名が変わった気がするんですけど、はい、まあ、ビッグモーター時代にあのトラブルがあった時に中古車業界全体の風向きが悪くなって、でもやっぱ投資家の人は結構中古車関係の株をやっぱ買い漁って、全体の風評被害で悪くなっても日本に溢れてる中古車の数が変わるわけじゃなくて、しかもビッグモーターが売れなくなったやつはどっか流れるだろうってことで結構、うん、他のところに回るわけだから、業界全体のパイが変わるわけじゃない以上は、そこにあったはずのお金が他に流れるだけなんで、ってことだと思うんですよね。で、不動産仲介業者ってそもそも需要があるからやってるんだって、うん、そこがバカ息子だから、これは僕の考えですけど、不動産屋の息子って基本バカ息子な気がするんで、全然なんか、周り、僕の経験ですよ。僕の周りで多かったね、そういうやつが。すげえ偏見投げてきますよね。僕の周りで多かったんですよ。でも、バカ息子なのに金持ってるってことは、別にそれはなんか、その額に、取引額にはもうそもそも組み込まれてるんじゃないのって気がします。あ、確かに。なんか、あの、カズレーザーさんって結構、あの、いろんなところに、あの、気を使ってまともな発言をする中で、たまにすげえ偏見を持った球投げてきますよね。僕の経験則です、これは。経験則でね。確かに、あの、バカ息子、なんか、ちゃんとした会社の伝統的な会社とか何台も続いてるとこって、結構お子さんもまっとうだったりするんですけど、IT 系の息子も結構まっとう率高いんですけど、不動産会社の息子はダメなやつ率って確かに。特にバブルを経験した後の不動産業なんで、なんかやっぱあのタイミングで儲けた、からなのドラムスコ率結構高いですよ、ね、ボンボンだったなーって子が多いんで、で結構問題起こしたやつも何人か今バッと思いつかんだんで親御さんは真っ当ですげえちゃんと稼いでるってことは、まあそれをカバーできてるんだろうなって気もしますね。